慢性副鼻腔。背中の骨がもうグニャングニャンなんですよ。いぶしてます。激方です。バキバキですよ。あやさん、あやさん、犬木バージョンですね。ガチにひどいですよね。ガチにひどいですね。耳が今、あれですね。もう聞こえないですね。聞こえず、声も。声はちょっとセクシーになってるんじゃないかなと。ハスキーの間違いじゃないですか。あ、間違い。すいません。マジで、普段の会話こんなんだけど。だからやっぱ鼻が詰まってしまって、超慢性副鼻腔炎っていうふうになって。ちょっと痛いですね。触ると痛いですか。顔がだんだん、っていうかもう頭を触ったらもう痛くなってきてるんで。痛い。はい。仕事なんないんだ。マヤさんの背中がね、挙しまくってる。キョですよ。キョ4キョぐらい。腸がつく本当慢性副鼻腔炎なんですけど、耳鼻咽喉科泣かせ。泣かせっていうか毎回多分怒られてるんですよ。そうそう。泣きなさい。現代医学だとこの副鼻腔っていうところにたまるのがこの副鼻腔炎なわけですけど、この膿をもう取っちゃうしかないんですよね、正直。吸引です。ただ今度投与毒の方だと考え方が少し変わりまして、まあ、副鼻腔炎もいくつかのタイプに分かれるんですけど、あやさんの場合とりあえず水分の代謝があまりうまい方じゃないんですよね。水分代謝不良による副鼻腔炎というのがまずあるかなと。あとはそのおそらく肝気っていう、まあ、肝臓の機能、さっきあやさんに肝気って言ったら、ね、キングダムの肝気って絶対連想したからその肝気じゃねえみたいな話をしたんですけど、肝臓の気と書いて肝気と読むんですけど、肝気が上ってもこういう症状が結構出たりします。で、肝気って何かって言ったら、急ストレスみたいなもんだと思ってください。なんか結構こう考え事をしすぎたりとか、なんか普段ないようなストレスがかかったりすると、ここで副鼻腔炎っていうのが、ね、悪化したりとかしますんで、カンナって暇にならないのかな。もう開業して11年だけど、なんか暇の年ってなかったなって思う。最初にこの首の部分の硬さがね、やっぱりさんもまあまあひどいんで、ここのアプローチからとりあえず始めていきます。まあ、ちょっと首だけ施術してたんですけど、まあ、背骨の棘突起っていうところに打っていってるんですけど、これあやさんね、もう首がもうねグニャングニャンなんですよ。わかります？ちょっと北斗七星みたいな感じにしなってますけど、いやかっこよくねえよ。本来はね、もちろんまっすぐなんですけど、これも今このピンクのやつもこの棘突起のちょうど中間に打ってるんですけど、もうね背中の骨がもうグニャングニャンなんですよ。右の方にこう湾曲した状態で今こうなっているので、これをちょっと取っていきます。はい、ちょっとこのまま時間を置いていきます。ただ今、あやさん蒸し焼き中です。いぶしてます。副鼻腔炎はですね、基本的にはやっぱりもう耳鼻咽喉科に行っての内服処理っていうのが一番おすすめです。急性副鼻腔炎とかだったら針だけでも一発で治ることって確かにあるはあるんですけど、もう慢性になるとですね、やっぱり治療回数も必要ですし、体質の改善っていうのも必要になります。なので、まあ、薬と併用しながら針治療を受けるっていうのが一番おすすめ。針治療も基本的に自由診療なんで、どうしてもコストもかかりますし、回数も必要です。なので針だけでっていうのは正直ちょっと難しいかなっていうのがありますので、ただやっぱりその薬をずっと使っててもなんかだんだん効きにくくなったりとかもどんどん悪化してるっていう場合には、針はねすごくいいアプローチ方法にはなりますので、薬の効果とかその西洋医学的な処置の効果も高めることができますので、そういうふうにお役立ていただければいいなと思います。実際うつ伏せの針はですね、まあ、表示法っていって、まあ、一つの局所治療として、まあ、この首肩一旦緩めていただけなんですけど、だいぶ悪いね。まあ、ただあやさんの場合ですね、おそらくなんですけどちょっと更年期の症状が出てんじゃないかなと思います。マジで本当汗のかき方が尋常じゃないか。更年期の症状って特徴的な症状ってやっぱ多汗なんですよ。汗をかく、特にこの上半身、特に顔面部等に汗をかくわけですよね。
ど、汗の異常が出るっていうことは体内の水分代謝もおかしなことになっちゃってるんですよね。副鼻腔炎っていうのも結局はあれ水分の問題なんですよね。水分代謝がうまくいかないせいで溜まっていっちゃう、東洋医学的な考え方にはなるんですけど、この水分っていうのも水っぽい要素とドロッとした要素、この2つが混じり合って体液を構成してるっていう考えられています。心液って言うんですけど、汗をかいちゃうと水っぽい要素だけが体外に出ていってしまって、このドロッとしたのだけ残っちゃうわけですよ。これが海として溜まっていくっていうのが一つの副鼻腔炎の考え方なんですよね。すごいわかりやすいですし、今ドロってるんですね。そう、ドロドロですよ。もうドロしかない、ね、やば、もう口悪いわだからそのドロをいかに取れるか、それを針でやっていくわけなんです。頭皮の部分っていうのは、副鼻腔にも更年期にもすごいこうなちょっとねズーンって重たい感じは少し出ちゃうんですけど、見えない、あー詰まっておる、硬い、激硬ですね、はい、さすが体内に泥しかないだから結構こう副鼻腔炎はもうもともとお持ちなんですけど、それが更年期による症状も相まっちゃって悪化しているっていうのが多分あやさんの病態じゃないかなと今考えてますので、そういった治療の考え方っていうのは現代医学じゃちょっと難しいんですよね。やっぱこう耳鼻咽喉科で更年期の治療できるかっていったらなかなかこう専門外になっちゃうんで、ピザ屋さんに行ってお寿司くださいって寿司焼きって言われるのも同じですか。なんか現代学が悪いんじゃなくて、そういうものが現代学なので、そこはやっぱ間違えちゃいけないですね。それだけ人間の体が複雑なんだよっていうことと、やっぱこうストレス社会になってそういう複雑な病気ってやっぱすごい増えてるので、患者さんの症状が、ね、複雑化しているっていうのが現実じゃないかなと個人的には思ったりしてますけど、だいぶ悪いね。ちょっと元気をかけますね、はい、今やってるのが、ここの腕神経叢っていう、この首の、ちょっとね、動画だと見ると思うんですけど、この首の付け根のところから、もうね、神経の草むらがあるんですよ。もう、ぐちゃぐちゃになりすぎて、よくわかんないから神経叢って言われるんですけど、ここから、この腕と、あと肺、肋骨、あと横隔膜を動かす神経が全部ここから出てるんですよね。だから、アイさんの今、腕および、肋骨およびこの横隔膜を全部電気の刺激で動かしていってるっていう感じですね。この目の部分ですね、これはね、厳密に言うと目の部分を動かしたいんじゃなくて、ここにある顔面神経のこの第二肢の部分をアプローチしていくんですけど、まあ一緒に目の疲労もね、あれさん相変わらず目の疲労がとんでもないので、まあそこも一緒に取っていきます。もう何が何だか、ね、ちょっとわかんないですもう全部動いてくるんです。そうそう、はい、じゃあ今度頭部で、でこの側頭部のこの側頭筋っていうところは意外とこれ呼吸と関係するところで、意外と呼吸って肺だけじゃなくて頭蓋骨も実は一緒に一応動くは動くんですよね。一時呼吸と言われるものですけど、でこの側頭筋っていうのはこの顔面部頭部の中でもすごい分厚くて強烈な筋肉なんで、ここが硬くなるとうまく頭蓋骨の伸び縮み、まあそんなに伸び縮みするわけじゃないんですけどね、本当にこうちょっとこう膨らむレベルの話なんですけど、それがうまくいかなくなって水分代謝が悪くなっちゃうので、ちょっとこの辺に一緒にやっていきます。見た目ほどねそんなに痛いとかあんまなくて、むしろだんだん心地よくなってくるみたいな、うん、まあうちはね電気は反応しますけど、もう自然に治らないわけですよ。あやさんの泥まで来るとね、人間が本来持ってる回復能力、免疫能力だけではもう治らなくなっちゃうから、ちょっと電気の力と針の力を利用して、もう強制的に正常な状態に一旦戻すっていうですね。やっぱこう一旦正常な状態に戻してしまうと、やっぱそっちが楽って脳が認識しだすんで、回復能力が元に戻っていくっていう、まあ、そんな考え方、イメージを持ってもらえればいいかなと思います。皆さんも顔だけドロってるわけじゃないわけですよ。やっぱこう顔がドロってるってことは全身ドロってるわけです。
ドロのドロのドロなわけですよ。本当最悪。副鼻腔炎だから、もちろんね、顔面部の施術って増えるんですけど、まあ、顔だけやっても、まあ、仮に顔のドロがなくなっても、体がドロってたら、一晩眠ったらまた顔もドロるわけですよ。なので、体の治療もやっぱ大切だね。特にあやさんの場合、ちょっとこう更年期の症状も出ちゃってるんで、まあ、その更年期の症状ってやっぱ熱がこもるんですよね。豊学的に言うと陰虚内熱みたいな症状が更年期の症状になってくるので、体にこもってる熱を取りながら陰の気も一緒に補っていくっていう治療をあやさんはしてあげるとベストかなっていうところですね。まあ、実際のところ、まあ、今回顔面部の、ね、治療はしてはいってはいるんですけど、首の血流の悪さっていうのが、この頭部の症状に関してはすごい大切にはなってきます。っていうのが、まあ、主にこの頭部に栄養を送ってる血管って椎骨動脈と、まあ、双頸動脈っていう2つになるんですけど、どっちもこの顔面部をほとんど栄養してるんですよね。今回みたいな副鼻腔みたいな、結構奥の方になってくると、まあ、脳底動脈輪とか、脳に関する栄養なんかもすごい重要にはなってきますので、この首の硬さを取って、椎骨動脈とかの太い動脈ですね、その辺をできるだけ圧迫しないように、障害されないように緩めてあげるのがすごい大切ですね。これは針だけではなくて、他の回路とか整体なんかでも同じような考えの場合っていうのは結構多くあります。どうしてもこう針っていうとこう悪いところに打ってみたいな、まあ、腰痛だったら腰に打ってみたいなイメージがあるんですけど、やっぱそれだけじゃなくて、そこの部分を栄養している血管もしくはもう神経とかにもアプローチできるっていうのはやっぱ針の一つのメリットになりますので、まあ、いろいろね、薬とか、まあ、現代学的な治療をやってるんだけど変化しにくいとか治りきらないとか、治療しててもなんかきついみたいな時は針治療を併用してあげると本当すごい楽になるっていうのと、この現代学的な治療の効果も増えることがありますので、そういった方にね、ぜひ針治療とかを受けていただきたいなと思います。ただその神経によってやっぱ得意分野って違いますんで、ほとんど腰痛とか肩こりしか見てないみたいな神経医さんもやっぱありますので、そこはね、事前に問い合わせていただいたりしてチェックしてみてください。一応うちのホームページにも定期院っていうのがありますんで、公式 LINE から見れますんで、そちらからチェックしてみてください。ボキボキですよ。何ですか、うん、この辺にもうね、泥がもうね詰まりまくってるわけですよ。何の音、汗かいてもうね、水溶成分がなくなってもドロドロの泥がもうこの隅から隅まで詰まってる状態ですね。うん、当時もあのブニブニ感もないですね。ちょっとあやさんが猪木みたいになってますね。ちょっとあやさん、猪木バージョンですね。じゃあ顎を動かされた。顎を動かしました。よし、じゃあゆっくり起き上がっていただいて、ちょっと状態だけ見ますかね。いかがですか。いつもの自分の頭の重さじゃなかったんですよね、本当に。今は本当に軽すぎて、軽すぎることに違和感を感じるぐらい。逆に浮いていっちゃう、ね、すっごい軽いです。で、痛かったので、本当に。まあね、それだけ全然良かった。今ね、触っても痛かったんですよ。全然大丈夫ですね。串通すの嫌だったんですよね。そんなに。今回あやさんは本当に、まあ、いわゆる換気ね、あの盗賊じゃないです、換気が登っていった行ってたっていうのと、多分更年期の症状も出てて、出てるんでしょうね。で、多分顔にこう全部詰まってたんですよ。あやさんのあらゆる泥がこう顔にこう詰まってたんで、その針で通りを良くしてちゃんと正常化するように針していきました。まあ、それだけで全部が治るわけではないし、やっぱりこの耳鼻咽喉科での治療を併用した方がいいんですけど、まあ、その効果をより高めるためと、仕事にならなかったすいません。仕事がね、やっぱできるぐらいにはちょっと治療して、ありがとうございます。すごいスッキリしました。これで頭働かせれるかな。そこは断言してきます。そこもですね、こういった動画をお届けしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。
今日はね、あのカラフルな人たちとバーベキューの予定だったんですけど、僕の貴重な年1回の海に行くタイミングはもうなくなりました。行きましょうね、みんなで。じゃあ、次行きましょうかね。それ約束できないですね。そしたら、バーベキューライブ配信があるかもしれないですね。うん、行くって言ってましたからね。これ言ってんねんし、一言も言ってんねんし、マッキーエルとアヤさんが勝手に言うのよ。